チェルクリア。あ、どうも、どうもです、本日はですね、ミセルリマスターミュラピーとアイスソードを作ろうということで、ミュラピーにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲストです。はい、もうすごい楽しみにしてました。ゴーさんと作れるって。わ、本当ですか。はい、今回なんと、豪華版のセットも持ってきていただいたということで、はい、はい、詳しく紹介させていただきたいなってすごい思ってまして。そうですね、後ほどじゃあこのアイスソードに関してはまた2人でゆっくり触れていくとして、はいはい、豪華版っていうのは、まあ、結局のところはどういったものなんでしたっけ。豪華版はですね、ミンサガリマスターのダウンロードコードと、まあ、これらの豪華グッズが、まあ、詰まった数量限定で販売される、うん、本当に豪華セットというような内容になっています。まずこのアートブックですよね、はい、このアートブック中身がその少年ガンガンで当時連載されていたものを、うん、あのもう豪華仕様で復活させているというような内容になってます、うん、で小林智美さんのもうすごい綺麗なイラストと、はいはいはい、そのまあ神々のお話っていうのがすごくこう同時に見ることができるので、すごい貴重な一品になってます。で後半にキャラクターイラストがたくさんありますので、あの、まあ、一冊で2つの要素を楽しめるというような内容になってます。神々の物語っていうのと、なんか小林智恵さんのあのタッチってすごいなんか相性いいですよね。そうですね、繊細な感じがというか。そうですよね、この前ちょっと小林智恵さんとお話しした時に、はいはい、直接あ、そうそうそう、いいな。でした時に、はい、あのすごい大変でしたって言ってました。なんかそのテキストに合わせて絵をちょっと描かれたみたいなお話をこう言われていて、月刊誌を連載してたので、はい、もう締め切りがすごく大変でしたっていうふうにすごく言ってましたね。なんかもう締め切りって何って言いそうなイメージでした。なんかこのなんかもう、そうですね、才能でこう全てをこう作り上げてしまうみたいなイメージでしたけど、はい、人間っぽいところもそうですね、という、そうですね、はい、ともみさんのイラストの魅力がすごく詰まった、うん、本になってますので、はいはい、ぜひこれはすごく価値あります、はいはい、でこちらも価値すごいあるんですよ。ともみさんのイラストが、うん、そのキャンバスアートになるって、でそれが商品として出るっていうのが初なんですよね。お初めてです。これすごく本格仕様なんですよね。こうと、まあ、取って裏側見ると本当に木枠になっていて、でそこにちゃんとキャンバス生地がちゃんと貼られていて、で横もこう見えますかね、こうなんかビスというか釘が打たれていて、本当にあの絵画調のキャンバスボードに、うんうん、あのまあ、ともみさんのこのイラストが、うん、キャラクター全員載ってるイラストがこう、これはいいな。で当然あの壁に飾ったりもできるんですね、うんうん、であと、まあ、こういうものあの100均とかで売っているので、はいはい、こういうものを、まあ、購入いただいて、うん、あのこうか、まあ、テーブルとか机とかにこう、ね、飾ることもできると思います。うんうん、もう家の感じとかテーブルの雰囲気一気に変わりますね、はい、佐賀の世界をこう、ね、うん、デスクの上にポンと置けるっていう、これはちょっと佐賀藩必見の一品ですね。はい、はいはい、貴重な一品です。はい、はい、そしてで、これがサントラボックスになるんですが、もうこれはもうね、うん、もう伊藤健さんの魅力がすごく詰まったものになってます、うんうん、で当時の、まあ、サントラに、うん、あの追加曲がいくつか入ってます、うん、あの伊藤健さん新アレンジの曲も当然一つ入ってるんですが、うん、まあ、あとですね、あの俺たちは海賊っていう、うん、はいはい、歌があるじゃないですか。俺たちは海賊ですよね。でそれの、 あの他のバージョンとかも入ってます。で当時入ってなかったんですよね、他のバージョン。はい、あのですねインスト版とかね、あ、はい、チャッカ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 みたいなことですか。もうそれをね、ぜひね、聞きたいけど、今すぐ聞きたいけど、まあ、例えばですよ、インスト版なんで、はい、あの歌ってみた動画とかも作れたりすると思うので。あ、なるほど、はい、自分なりの俺たち海賊を作れる。そうです、いいな、はい、ディスク4枚組ですので、うんうんうん、もうこれだけですごいボリューミーです、うんうん、でさらにですね、はい、これに特典ディスクとボーナスディスクとして、まあ、佐賀オケの、うん、その、まあ、曲から、うん、まあ、あのミンサガ関連の曲を収録したものが入ってます。へー、はい、
これ実際にその時にオーケストラの音源ってことですか、はい、そうです、ライブ。すごっ、今年2回やってるんですね、はいはい、大阪の方の公演の、うん、まあ、曲が入ってます。なるほど、はい、これは聴いてほしいなぁ、はい、もう絶対鳥肌立つやつですもんね。盛り上がってましたもんね、うん、はい、これだけでも本当豪華です。うわ、はい、うわぁ、すげえ。それらのものがこのバッグに入って、はい、皆さんのお手元に届くような形になります。このデザインが、はい、自分の方で撮影しました。すごいですね、はい、三浦 P デザイン。そうですね、あとまあ自分とそのアートディレクターがいるので、はい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 、まあ共同というか一緒に共同で、はい、やりました。30周年になるので30周年を記念する、うん、まあ、マークっていうものを作りたいなってちょっと思ってるんですよね。ロマサガと名の付くタイトルのタイトルを象徴するようなマークを中心に配置してるんですよ。面白い。こう真ん中、例えばですよ、はい、これが、あ、これがですね、ディスティニーストーンですね。ああ、はい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 、はい、ディスティニーストーンで、うん、それをあしらったマークにしていて、うんうん、宝石ので、そうですそうです、はいはい、で、その上が、ロマサガ2で、うん、王冠ですね、王位を継承していくんです。なるほど、アバロン。で、そうです、はいはい、で、王冠をマークしていて、なるほど。で、これがロマサガ3なんですよ。もう分かります、うん、あ、ビスゲット、あ、あれだ、あれだ、あれだ、試食か、そうだそうだ、うん、試食がここだ。そうです。すごいすごい。で、真ん中は分かりますよね。はいはいはい、もうあれだ、はい、ミンサガの、そうです、ミンサガです、はいはいはい、ミンサガのダブルギターですね。はいはいはい、ギター、ギター詩人だ、はい、はいはい。で、その上分かります？この、ここ、これですか？そうです。のぶおさん、それ分からないですか？これ、ワン、ツー、スリー、ミンサガ？サガシリーズでロマサガとつくタイトル、ロマンシングサガ、あ、あ、リユニバース、そうです、はい、ジュエル、ジュエルじゃないの。なんでしょう、ログインするときに、はい、こうくるくる回ってる、はぁ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 、あれ、そうですそうです、あ、そうか、ちょっと確信、はい、嘘、あ、そうだ、あー、ちょっと待って、ほんとだ、う、もう右下のね、あ、ほんとだ、めっちゃ面白い。なので、ロマサガ大集結、ほんとだ、すごいですね、はい、超いいじゃないですか。 RS のマークはちょっといただきました、スタッフから、あ、案としてというか、そうですね、これ使った方がいいです。クイズにしたらめちゃくちゃ盛り上がる、あ、そうですよね、やつでしたね、はい、うわ、これまだ知らない方とかにクイズで出してほしいですね。ではですね、シリコンアイストレイ、念願のアイスソードなんですが、まあ、今日実際スタッフの方に作ってもらいまして、うん、持ってきてもらってます。お、はい、で、自分まだちょっと見てないので、初見、初見で、あ、そうなんですか、はい、ちょっと見ていきたいなと思います。お互い初見で、はい、おいいですかね、はい、はー、入ってます、入ってます。アイスソード固まってますね。あ、ぬ、引きに行っちゃってください、行っちゃってください、おっ、よー、すげえ、あ、しっかり、おお、はー、ちゃんとアイスソードっすね、うわー、あ、模様めっちゃいいっすよ。そうですよね、ちゃんと細かく、うん、うん、でこれだから作ってこの最後マドラー代わりにちょっと刺してみたりとか、いや、これで飲むカクテルとかめちゃめちゃ美味しいと思いますよ。いいですね。これは氷だけじゃなくて、うん、チョコレートとかもいけるって聞いてるんです。はい、いいっすね。なので今日ちょっとチョコレートの方持ってきました。あ、持ってきてくれたんですか、はい、うわ、やりましょう、はい、やりましょう、ぜひね、のぼうさんと作りたくて、はい、はい、さあ、ではチョコを用意しましたので、ちょっと男2人で作っていきましょうか、はい、チョコ、はい、はい、のぼうさん作ったことありますか？ないですね。そうっすね、あります。自分も子供時代あるかどうかですね。なぜこの企画が、はい、通ったんだ。乗せて、乗せてゆっくり浮かす、沈まないですか？あ、話しちゃダメ、話しちゃダメ、話しちゃダメなんですか？あ、でも溶けてますね。いいですね、いいですね。どこまで、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 これ行く、行く、行く、行っちゃ、行っちゃ、行っちゃ、はい、文字書いてあっても、あ、文字いいですね。好きとか、あ、好き、ラブ、ラブです、ラブ、あ、ラブ、ラブ、ラブ、L を、こういうこと、 L、そうですね、L、 これ L、 はい、O、 はい、O はラブですよね、 O は、
もう3反対してアイスソードできました。わあ、いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。すごいね、パキパキッとというか、こう、あ、じゃあ、いける、いける、いけそう、いけそう、いっちゃってください、引き抜いちゃってください。はい、じゃあ、行きます。はい、はい、おー、うわー、めっちゃいいじゃないですか。すごい、模様が見てください、これこんなちゃんと、わ、すごいですね、綺麗に模様も。チョコいいっすね、これ超いいじゃないですか。マジで夢のようですよね、これが3本。ねえ、3本、ラブソード。あ、あ、ちょっこれが俺たちのラブソードでーす。いやー俺安いえ、ちょっと力かけないと、やっぱ固まってなかったのかな、しっかりね、っていうのは時間短かったかも。こっちから先に取った方がいいのかもしれない。なるほど、そうっすね、ちょっと学ばないとダメですね。はい、いきます。はい、こちらです。どうですか、ラブ、ラブどうですか。あ、いい逆じゃないですか、いい逆ですよ、いい逆。結構、まさか、結構注意してませんでしたっけ。気づかなかったですよね、ちょっと、うん、やっぱもうアイスソードは1本でしたっていうことです、ね、あ、確かにそうですね、はい、かった。いや、でも一つは綺麗にね、そうですね、これはもう、はい、だからまた抜く時だけ注意ですね。そうですね、はい、そこだけだな、うん。ということで、ミンサが豪華版ですね、リンクの方に詳細貼ってありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ということで、またね、またね、また下手になった。あ、そっか、手がこうですよね、そう、手こうで、うん、まま、またまたな。